樋口勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト。こんにちは、樋口勝人です。皆さんこんにちは、佐々木千秋です。さて、前回から始まりました言霊アラカルト。この番組は筆跡心理コンサルタントの樋口勝人さんと、セリフを話すという職業についております私、女優の佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として豆知識をまとめたニュース記事的にお伝えしていく番組です。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではですね、まずは樋口勝人さんの略歴ご紹介させていただきたいと思います。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして2004年頃から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め、筆跡心理カウンセラーとして法人コンサルティング、講演、セミナーなど幅広く活動を行っていらっしゃいます。いや、なんか仰々しく紹介していただいてすいません、ありがとうございます。ちょっと緊張しちゃいますね。緊張しちゃいましたありがとうございます。はい、そしてですね、この言霊アラカルトで番組アシスタントを務めさせていただきますのは、女優でタレントの佐々木千秋と申します。現在は CM、E テレをはじめ、ドラマや映画を中心に活動させていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。こんな二人でですね、楽しく分かりやすく皆さんにですね、言葉の魅力を言霊としてお伝えできるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず最初のコーナーは、プレイバック流行語。このコーナーはメインパーソナリティの樋口勝人さんと私、佐々木千秋の間にはですね、実は30歳の年の差がありましてですね、いわゆる3世代のジェネレーションギャップがあるということになるんですよね。はい、はい、で、そんな2人で、そんな2人と、あとリスナーの皆様とですね、とある年の流行語と世相をご紹介することで、昔をこう懐かしんでいただいたり、で、へえ、そんなことあったんだってちょっとね、発見をしていただければいいかなと思っているコーナーです。さて、第1回の今回なんですが、私が生まれた1984年についてリサーチしてまいりました。ちなみに私が生まれた日が1984年11月23日なんですが、金曜日だったそうです。はい、で、話を戻しましてですねはい、はい、で、この1984年なんですが、新語・流行語大賞の一部をご紹介させていただきますと、はい、まずオシンドローム、はい、聞いたことありますか？知ってます。あ、そうですか。はい、こちら超人気番組だった NHK の連続テレビ小説おしんにちなんだ新語で、凄まじい苦労の連続を必死に耐え、それでも明るさを失わず他人に優しい主人公おしんの姿は、戦後働き抜き豊かさを手に入れた日本人の心情に良質の日本人として共感の嵐を巻き起こしました。はい、で、その状況をですね、全国民の感情が同一にシンドローム化してるとしてですね、タイム史上でですね、おシンドロームと表現されました。はい、菊池さん、この時期はおシンとかご覧になったりとか？いや、おシンは後から知ったんですが。あ、そうなんですね。僕ね、この時国際事業部とかいたので、海外にいたんですよ。だからマレーシアとかインドネシアに行っていたので、はい、この時期日本にいなかったんでよく分かんないところもたくさんあるんですよね。へ、でも海外でも耳にはしてました。あ、海外番組見てなかったけど。あ、そうなんですね。帰ってきてから見ました、再放送。はい、なんかちょっと意外でした。こう、日本人しか知らないかな、なんとなく私たちはそう思っちゃってたんですけど海外でも本当に話題になってたんですね。はい、再放送を何度も何度も海外ではやってましたね。うん、すごいですね結局お手伝いさんみたいに入ってる子とか、はい、結構仮想階級で入ってる連中が、あの番組を見て、はい、私も頑張るぞっていう風な活力をもらう番組だったんですよ、うんうんうん、海外では。やっぱりもっともっと恵まれない子がいるわけで、彼らがあれを見て、やっぱり一生懸命見入って、私も私の人生作るんだっていう思いをするってことで、すごくいい番組として現地では伝わってましたね。はい、これインドネシアも、僕がいたブルネイもそうでした。あ、そうなんですね。やってました。はい、ものすごい人気でしたよ。こうね、日本にいらっしゃらなくてもこう日本のねそこでってすごいことだなっていうふうに思ったんですけども、ね、はい、で、次にですね、丸金丸美。
これイントネーション合ってるんですかね。私ちょっと全く初めて聞く言葉なんですが、うん、これ漫画家イラストレーターエッセイストの渡辺和幸宏さんが、著書金婚館で現代の代表的職業31種に属する人々のライフスタイル、服装、行動などを金持ちと貧乏人の両極端に分けて解説しました。でそれを丸金、丸美とネーミングしたところが話題になって、著書はベストセラーに。でこの言葉もマスメディアだけじゃなくて日常会話の中にも頻繁に出てくる大流行語となったそうです。これはね、私全く知らなかった。これは実は僕もよくわかんないんだけども、うん、あの丸金丸美っていわゆる貧乏人と金持ちだと思うんだけども、はい、僕がこの頃海外に行ってマレーシアにいたんですが、その時って佐々木さん信じられないかもしれないけども、はい、国際電話で日本にかけるじゃない、はいはいはい、この時に、はい、まず各自の僕ら寮にいたんだけども、寮にないので電話が、はい、一回現場事務所に行くんですよ夜ね、行ってそこで国際電話の交換台につなぐの、はい、そこで日本の番号を言うのそれで一回受話器を置くの、そうすると、交換台からこっちに電話がかかってきてつながりましたよって言って、はい、サンキューって言って出て日本とつながるの、はい、というのが当たり前の時代だったから、そうなんですね、やっぱり日本はこういうレベルの話をしながら丸金丸美って言ってたけども、現地はとてもとてもそんな状況じゃなくて、電話一本するんだって大変だったんですよ。で繋がんない場合もあるから、あのそういうのがね、私はこの時期をこうやって見るとね、実は思い出すんだよね。今考えられないでしょ。そうですね、今だったらね、今携帯でできるんだもん、電話できちゃいますからね。オフィス行かなくちゃいけないんです、一回会社のオフィスに。そう考えると携帯、そんな時代でした。でも丸美っていうのは知ってましたね、うん、あそうなんですね、うん、いやなんか、ね、同じ時代でもやっぱり国によってこうやっぱりちょっとね、やっぱり全然違うね、状況が違う、時代も違うし、うん、感じました。あの誤解を招くとまずいんで、はい、今が違いますからね、インドネシアマレーシア今もね、携帯電話がどこでもね、僕が言ったのも三十数年前の話だから、はい、そんなでした。当時すごい勉強になりました、はい、で次にですね、共感、はいはい、これですね、 TBS テレビのスチュワーデス物語で堀ちえみさんが演じられました主人公松本千秋が連発するセリフです。でドジでノロマなスチュワーデス訓練生が風間森夫さん演じられる教官との師弟愛によってこう奮闘する根性ドラマで大ヒットしました。でこの教官というあのセリフなんですが、人に呼びかける時とかですね、カロディ風にこう呼びかけるとお受けしたということで、はい、ね、僕はこれ再放送でしか見たことなくて、すいません、よくわからないんですがただ風間森夫が好きだったんでね、あなるほど、うん、まあ、いいなと思ってたんだけど、もう本当にね、流行語だけでもこんなにたくさんありまして、いろいろな、まあ、お札がね、新しいお札、新札発行されたりとか、いろんなことがこう1984年に変わっていたということで、ですごくこう勉強になるなというふうに感じました、はい、まだまだ聞きたかったんですが、以上プレイバック、はい、流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。さてこの番組、記念すべきお一人目のゲストとしてということでですね、元 I wish のメンバーで奥様岡本真理さんの旦那様として最近バラエティ番組などでもよくお見かけいたします、音楽プロデューサーのナオさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、はい、皆さんよくご存知かとは思いますが、一応念のためにですね、今回のゲスト奈緒さんについて簡単にご紹介させていただきます。奈緒さんは東京都のご出身、1980年生まれの37歳、幼い頃からピアノを始められ、学生時代から作曲音楽プロデューサーとして活動され、2002年に川島愛さんと I wish を結成、ファーストシングル明日への扉がフジテレビ系愛のりの主題歌に採用されました。そして明日への扉はミリオンセラーを記録されました。2005年アルバム Wish のリリースをもって I wish を解散、以後は川島愛さんのサウンドディレクターを担当しつつ、作曲家編曲家としての活動を本格的に開始。その後ディズニーアニメ映画ボルトのエンディングテーマをはじめ、数多くのアーティストに楽曲提供やプロデュースを手掛けられていらっしゃいます。
そして2015年にタレントの岡本麻里さんとご結婚され、その後は結婚式の模様、そしてお子様や奥様ともよくテレビでお見かけするアーティストさんです。そしてうちの事務所や私とのですねお付き合いも深く、実は私が芸能界に入って間もない頃にですね2年ほど某オーディション番組で初めて共演させていただいて以来ですね、まあ、未だにお会いするたびに緊張する芸能人のお一人です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかご丁寧にありがとうございます、ね、いやどうでもないです、うん、もう今日もねやっぱり私は緊張してますよろしくお願いします。それではですね、なぜそんな奈緒さん、はい、ゲストにお招きしたかと申しますと、はい、実はこのラジオで菊池さんがこうあの実践されていらっしゃる筆跡心理分析をですね、はい、公開で体験していただこうと思いまして、お招きいたしました、はい、で事前にですね、奈緒さんにはあのはがきにですね、ご住所とお名前書いていただいております。で奈緒さん公共の電波でですね、はい、まさにちょっと深層心理的なものまで明らかにされてしまいますが大丈夫ですか？ちょっとなんか恥ずかしいですけどねちょっと楽しみでもありますね。そうですよね、はい、はい、でちなみにこの模様なんですがラジオはもちろんのこと YouTube とかでもご覧になっていただけるんですが、はい、大文字で言霊でカタカナでアラカルトで検索していただきましたらアップしていただいておりますので、ぜひ動画でも皆さんチェックしてみてください。ではお待たせいたしました。早速菊池さん分析結果をお話しいただきたいと思います。実際にですねあのハガキを拡大したものを、はい、映像配信版の方はご覧になっていただいているかなと思います。お願いします。はい、じゃあ奈緒さんどうも今日はありがとうございます。よろしくお願い、はい、ありがとうございます。あの、はい、先ほど書いていただいてですね、どっから言おうかなと思ってるんですが、はい、あのまず特徴的ですぐに分かるのは、はい、あの奈緒さんってまず行動しようよっていう感じですよね。物事は行動から始まる、だから思ったらやろうよ、うん、もちろん世の中には考えながらやっていこうって人もいるわけだけども、うん、奈緒さんの場合はまず思ったらやろう、やってから考えようぜっていうことで行動するのが先だなっていうのもうすぐ分かります、この中からですね、ええ、それと行動を始めたら、はい、自分で決めたら最後までやろうよっていう思いがまたすごく強い、だからこれっていいように思える人もいるかもしれないけども、はい、場合によってはちょっと愚直すぎるんじゃないの、あら、はい、なんかそれで損することないのとかっていう人もいるかもしれない。それぐらい一度自分で決めたことは納得してやる以上最後まで行こうぜって思いがとっても強いのが分かりますね、字からね、いくつも出てるんですよ、そういうのがね。出てるんですね。出てるんですよ。それ以外に、あの奈緒さんの環境とか、はい、ご自身の仕事も通してなんだけども、変化をすること、はい、あるいは新しいことに出会うこと、はい、基本的に大好きなんですよ。大好きです。大好きでしょ？確かにおっしゃる通りです。それが、はい、ご自身のモチベーションを生んでると思います。うん、逆に言うと、はい、退屈なこと、ルーティン化したこと、あるいははっきり言うともう安全なことだ、うん、前からやってることでもう分かってるよってことはほとんど興味が持てない、退屈になってしまう、そういうところがありますね。なんとその通りです、はい、常に変化を求めたい、変化大好きですね、うん、だから場合によってはいい状態なのにあえて変化を作ってなんか危険なことをやってみたいなってこともあるかもしれない、自分から変化を作り出すってこともやりますね、うん、そうかもしれないです。そうですね。それとね、行動を見た時にさっき非常に行動的だっていう話をしたんですが、もともとのご自身の中の行動の元になってる発想の部分ってあるじゃないですか考え方、はい、物の考え方、これがですね結構ね、なんていうのかな、自分の中にとっても強いねこだわりみたいな信念というかねこだわりをお持ちになっていて、うん、これは見えるものではないんです普通は。ほう、だからこれは世の中にもこういうのを非常に強く持ってる方がいるんだけども外見的に嫌な出方をする人っていうのは、嫌な出方をする人ってどういうことかっていうと、はい、俺がお前なおだよ、わかるかお前らっていう態度に出る人もいる、うん、でもみんながみんなそうじゃない、でそれが表に出ない人は自分の中に粛々と持ってるの、自分の主義主張理念を、でそれを自分の中で守ろうとしてるっていうのがあるんですね。でこれは今僕が言ってるのは表に出た時どう見えるかっていうだけで本質的には同じなんですよ、はい、自分の中に持ってる、それも自分が燃えるもの、
モチベーションのもの、はい、これは自分の中でメラメラと燃えてるものがあって、それが非常に確固たるものがある人の各自なんですよ。だただ残念ながら字からはそれ以上は分からないんです。それどこですかってことまでは分からない、うんうん、でも相当強く持ってますね。したがってその金銭に触れちゃうと不用意に非常に良くない関係になる可能性もある、はい、そんな軽々しく言ってほしくないよみたいなところがあるかもしれないあります。まああると思います、はい、でその、 発想だけではなくて行動も結構ですね、独自の行動を取るんですよ。したがってこれは具体的に独自な行動どういうことですかって言われてもなかなか分かりづらいんだけども、いわゆる直さんらしい行動を取っていて、そんなもんでしょって思ってることが多々あると思います。周りの人は知ってるかもしれないけどもご自身では分かってない、うん、ちょっと、まあ、変わった行動って言い方は適切じゃないんだけども、まあオリジナルな行動というか独自の行動というか、よく神出鬼没と言われますねまさにそういうことかもしれませんね、はい、私がこう申し上げているのは一つの特性を申し上げているので、ええ、これはいい意味も悪い意味もないんですよね。いいも悪いもない、うん、ただ一つの特性を言っているので分かりやすくお伝えするためにはいいような表現を使ってみたり、うん、悪いような表現を使ってますけども、はい、一番知ってほしいのはそれってどういうことですか、こういうことですよねっていうことをお伝えしたいだけで、うん、いいか悪いか評価だからね、これは関係ないです。分かりやすく言うためにちょっとお話をしてるってことですね、はい、あとは物事をですね結構白黒はっきりさせたいところがあるんですよ、ご自身の中で。うん、だからこれ私もそんな経験もあるんだけども、半分しか分かってないっていう時にどっちかで決めてくる人がいるわけですよ。私はこれ半分しか分かってないんですが、はい、こっちでやりたいんですよって言った時に、なおさんはああやってみなよそれで、うん、やってみなきゃ分かんないよその先っていうことをすぐ言う人なんです。言いますね。いいでしょ、はい、でも世の中みんなそういう人ばっかりじゃなくて、うん、どういう人がいるか、その真反対の人は何を言うかというと、さ半分分かってないんだろ、なんでこれでいいってお前分かるんだよ、思い入れ強いね君はって言ってしまう人もいるんですよ、うん、全く違いますよね、もっと考えろと、はい、いうことを言うわけですよ。私はこの両方の経験をしました、上司に対して。あ、上司から。そうだったんですね。ある上司は、いいよやれやれやってみろ、うん、ダメだったらすぐやめろ、うん、それで俺に言ってくればいいからって言ったんだけど、同じ調子で言ったら、菊池君は思い入れが強いね、ダメだよそういうんじゃって言われて、同じ行為に対して、あるいは同じ発言、同じアイデアに対して、はい、こんなに違うのかと、人によって、うん、っていうのは感じたことがありますね。僕はやれやれ派ですね、確実に、ね、はい、だから奈緒さん何かやろうと思ってる人は自分の考えをはっきり言ってもいいんですよ、うん、私はこうしたい、うん、でもしダメだったらやめますけどいいですか、うん、これってメリハリはっきりしてるでしょ。すごくいいですね。それに対して奈緒さんはいいよやってみろよ、うん、ダメだったらお前それで やめようぜっていうことなんだよね、うん、そうですね。これがもしも周りの人がみんな分かってれば、はい、周りの人も助かるよね。そうですね、コミュニケーションも取りたく、はい、取りやすくなる、はい、この辺がこの字を見ていかにコミュニケーションを取ってるか取っていくかってことのとても大事な部分なんですよね。でそれ以外に奈緒さんって結構ですね、人の気持ちをね分かろうという気持ちが結構強いんですよ、うん、さっきの言ってるとなんていうの、白黒はっきりさせたいとかさ、はい、こだわりがあるとかさ、すぐに行動出るとかっていう自分本位に見えるかもしれないけども、ね、なんていうのかな、よくこれを聞いてる方もいらっしゃるかもしれないけども、いい大人が何月何日何時にこういうふうに言った、手帳に書いてあるよ、うん、言った以上は自分の言葉に責任持てよっていう考え方の人もいるんですよ、うん、言った以上はお前言ってるだろうちゃんとこうやって、うん、でも奈緒さんの場合はいやそれはそう言ったかもしれないけども、そのバックにはその人の感情があるでしょ、うん、逆に言うとなんでそんな感情にまでさせてしまったの、うん、それって自分にも責任があるんじゃないの、うん、という考え方をするんですよ。まさにだから要は相手を情でまず分かろうよと、うん、相手の気持ちを理解しようよ、そのことによってより良いコミュニケーションが取れるだろう、解決ってその先にあるよな、うん、っていう考え方があるんです。要は人間性をすごく考えた対応されてますね基本的に、うん、もっと分かりたい。先週もそんなことをやりましたね、そうですか、はい、そうなんですね、情で持っていきました、はい、結局人の気持ちを分かろうというものが
根底にあると、その先に出てくるものは全部違うんですよ。だからさっき言ったように白黒つけたいっていうのは、お前どういうこと考えてんだ、どうしたいんだ、あだったらこんなのあるぞっていうことも言えるだろうし、でも単に理屈だけだとそんな幅ないよね、はい、考え方も、うん、でもこれもこれだけ言うとじゃあいいなっていうのはあるかもしれないけれども、逆に言うと情に流されるとこもあるんですよ。ありますね。これは持ってかれやすい、うん、いわゆる、はい、いやこれなんとかしてやろうよみたいな感覚で、うん、いわゆる人間的なものを重視するあまり本来の業務とか、うん、本来のいわゆる自分の果たすべき義務よりもそっちを優先してしまって、まあ、情に流されればっていう言葉もあるけども、はい、そういうふうなこともあり得るので、あのいい悪いじゃないんですよ本当に、はい、そういうことを自分が知ってて行動できるかどうか、その通りですね、これが一番大事なことなんです。いやもう本当にね、あの今奈緒さんとのお話を隣で聞いていてですね、はい、見える奈緒さんと、実は知らなかった奈緒さんと、いろんな奈緒さんをちょっと知ることができまして、奈緒さんいかがでしたか。いやーもうね、はい、僕の今半生がですね、はい、走馬灯のようになんか亡くなる人の前みたいですけど、こう目を閉じてね考えてたんですけど、はい、確かにな、そういう傾向があるなと、うんうん、思い当たることがたくさんあってですね、はい、文字からこんなにねやっぱり特性属性が鑑みれるとは思いもよらず、はい、でまたでもそういうことが分かった上でこれから行動するとまたいい形だったりとか、あとまあ周りの方とのコミュニケーションも円滑にいくのではないかなと再認識した次第でちょっと固くなっちゃいましたね。初参戦ね。はい、うん。この方法の面白いところはまず自分を知るってことができるでしょ。そうですね。自分を知ると他人との違いが分かるんですよ自動的に、うん。そうしないと例えば奈緒さんの場合、はい、物事をはっきりと言わない人に対してお前考えてないんじゃないかとか、うん、真剣さがないんじゃないかって言いたくなっちゃう。うん、でもその人は。うん、いやいやそうじゃないですよ、うん、この時点でなんで決めちゃうんですか、少しせっかちじゃないですかって思ってるかもしれない、はい、でも自分がすごい白黒つけたがるなってことを知ってると、いやこいつはそうじゃないんだなってことが分かる、うん、このことによっていいコミュニケーションが取りやすくなるよね、はい、まあ、そんなことがね、はい、まあ、できるねってことで、いやいろんな使い方があります。いやもうきっと奈緒さんもすごいもうこの後が気になると思います。私もめちゃくちゃ聞きたいんですが、この先生のこの分析につきましては、菊池さんがよくおっしゃってるようにあくまでこう参考にするものであってですね、断言するものではないことだけご注意ください。はい、あもう本当にたくさん聞けてもっと聞きたかったんですが、はい、今回のゲストですね、はい、音楽プロデューサーの奈緒さんにお越しいただきました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがだったでしょうか、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、いややっぱりこういう公開で人の字を見るって、ええ、はい、結構緊張もしますよね。本当ですか、うん、でも多分聞いてる人はもっとしてるんだろうなと思って、そこは気をつけようと思いますこれからも。そうですね、あのすごい奈緒さんもこう、うん、ってそうですねっていう風におっしゃってたのがすごく印象的だったんですが、はい、とてもね私も楽しい時間を過ごさせていただいたなというふうに感じました、うん、はい。そしてですね、この番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見お待ちいたしておりますので、はい、どうかこちらまでお願いいたします。ファックス番号0473033974、0473033974、メールアドレスは fmu@fmu.co.jp、fmu@fmu.co.jp。JP 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ではまたお耳にかかりましょう。